ティールホワイトリボンとは、子宮頸眼啓発活動のシンボルとして、アメリカを中心に、世界中で活用されているとされる。ティールとは、英語で、小鴨を意味しており、小鴨の頭から首にかけての羽の色も表す。カスケーディングスタイルシーツで色を表す場合の値は、008080とされている。また、ティールホワイトリボンは、アウェアネスリボンでもある。 子宮刑癌は特に20から30代の若い女性で子宮刑癌が,が増加する傾向にある。若い年代での発症が増えているのは生体系の低年齢化が原因だと考えられている。また子宮刑癌で亡くなる女性は年間3500人近くに達しており、これは毎日約7人の割合で子宮刑癌が,が原因で死亡していることになる。 日本でのティールホワイトリボン運動が一般的に認知されるようになったのは2010年代に入ってからである。子宮頸がん予防ワクチンが日本で承認されたことがきっかけだと言われている。ティールホワイトリボンポイントの子宮頸がん無料クーポンキャンペーンティールホワイトリボンストラップ。ありがとうございます。